今週の間口です。さあ、今日のところに行きましょう。今日は短いですので、集中してしっかりと聞いていきましょうね。さあ、今日お話しするのは、介護保険の計画ですね。介護保険事業計画というふうに呼んでいます。さあ、介護保険というのは、国の制度でありながら、保険者が市町村であるという、まあ、少し間がですね、入ってきますので、国の決めたことをですね、都道府県がある一定の計画にし、そして、各保険者がですね、どういった形で運営していくのか、というところを定めないといけないということになっていますので、それぞれにおいて計画というのが立てられます。これは3年に一度ですね、それぞれ都道府県、市町村ごとにですね、計画を立てていかないといけないということになっています。ちょっと、思い出していただきたいと思いますが、この3年に一度というのはですね、介護保険の保険料、これが変わる時でありますね。それに合わせてですね、まあ、この介護保険の保険料というのは、こういった計画も含めて決められるということになっていますので、この3年に一度というのは、この介護保険の中では、結構重要な年度になると思いますね。さあ、それではそれぞれについて見ていきたいと思います。まず国が決めるのは、基本指針ということで、介護保険法、介護保険改正法ですよね。そういったものは国が決めます。で、それに基づいた形で都道府県と市町村が、決めるわけなんですが、先ほども言いました通り、基本に、置いてあるのがこの市町村ですね。保険者が市町村ですので、まあ、ニョロニョロ計画というふうに黒板には書いてありますが、正確には市町村、介護保険事業計画ですね。これをですね、それぞれの市町村が立てることになります。さあ、そして都道府県の役割ですが、ちょっと思い出していただきたいんですね。都道府県の役割というのは、まあ、市町村を、まあ、補助するといいますか、お手伝いするですね。まあ、難しい言葉で言いますと、計画を立てるために、まあ、助言をするという、ね、そういったのがですね、法律上盛り込まれています。ですから、都道府県の計画には、支援という言葉が入ってきます。都道府県、介護保険事業、支援計画、すなわち、保険者を支援する計画なので、支援という言葉が入っているわけですね。これはですね、そういった意味で覚えていただくと、ちょっと長い名前なんですけれども、覚えやすいかなというふうに思いますので、都道府県は、介護保険事業支援計画、市町村は介護保険事業計画、ね、市町村は直接行いますから、事業計画というふうになるわけですね。こういった形で、工夫して覚えていけば、このあたりも難しくないかなと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。